微生物層とは生態系における生きた微生物の集合のことであり、それらの遺伝情報を含意してマイクロバイオームと呼ばれることもある。微生物層は細菌をはじめとした多様な微生物によって構成されており、これら構成成分の組成構造は微生物層が定着する環境ごとに異なっている。微生物層は動植物の体表面や体内に強制的に 定着しているほか、土壌や海中から地下鉄の車内に至るまで様々な環境に存在している。人の体にも微生物は定着しており、人の微生物層は人の健康状態と密接に関連している。そのため、特に腸内細菌は医学的な観点からも古くから研究されてきた。地球上におけるバイオマスとして、 最近は植物に付く重量を占めていると推定されており、環境中の微生物層に関連した全世界規模の研究も実施されている。古典的には分離培養に依存した研究が行われていたが、16S 内電子の配列に基づく系統分類法が提唱されてからは、分離培養を伴わない方法により未培養の微生物を含めた解析が行われるようになった。 近年の DNA シークエンス技術の発展に伴い、微生物層の研究は急速に進展しており、様々な疾患との関連性が明らかにされている。ミリメートル単位の幻覚生物から数十ナノメートル単位のウイルスまで様々な微生物が微生物層を構成する。微生物層は生きた微生物集団の全体を指す用語であり、 また、微生物集団が有する遺伝情報の全体を、指して、マイクロバイオームと呼ばれることもある。また、マイクロバイオームは微生物層の遺伝情報のみならず、その集団が置かれる環境の状態も含有する。従来は微生物層を意味する用語として、生態学において、草むらを意味する用語であるフローラの語が用いられて、きたが、マイクロバイオーム解析の交流とともに微生物層が、 支配的に用いられるようになった。歴史的な背景によって、フローラの語は用いられてきたが、現代において、学術的に微生物層を表す単語として、フローラを用いるべきではないと言われている。また、微生物層研究は、メタゲノム解析と呼ばれる解析技術によって発展してきた。メタゲノムとはギリシャ語で、工事や超越を意味するメタと、 すべての遺伝子全体を意味するゲノムを組み合わせた造語である。メタゲノム解析においては微生物群集の遺伝子全体を DNA の混合物として培養を行わずに網羅的に解析する。微生物が細菌、細菌、真菌、全虫などの寄生虫及びウイルスを内包するように微生物層も また、細菌をはじめとした様々な微生物によって構成される。一方で、微生物層の研究の多くは、腸内細菌をはじめとした細菌に焦点を当てており、マイクロバイオームが、常在細菌と同義的に用いられることもある。人微生物層の遺伝情報は人そのものの、遺伝情報よりも大規模であり、それゆえに、第二のゲノムと称されることもある。 細菌層は微生物集団が有する遺伝情報の全体がマイクロバイオームと呼ばれるように、細菌集団が有する遺伝情報の全体をバクテリオームと呼ぶ。先述の通り、微生物層を構成する要素の中でも、細菌の成分は特に重点を置かれて研究が進められてきた。シュードモナス属1 6エスナの超過変領域。 最近の十六 a スナには九箇所の多様性の大きい部位が存在し、その領域を挟むようにプライマーを設計することで、菌種ごとに異なる配列を PCR 法により増幅することができる。細菌層の蘇生を明らかにするためには、様々な生物で保存されており、適度に系統間では、配列が異なる十六 a スナ子の DNA 配列をマーカー遺伝子として解析し、 その存在比から細菌層を構成する菌種の特定や蘇生を推定することが一般に行われる。また、その手法のことをメタ 16S 解析と呼ぶ。この手法は比較的簡単、安価に行える新生細菌だけでなくフル細菌も同時に評価できるといった利点を持つ。ただし、ポリメラーゼ連鎖反応により DNA 配列のコピー数を増幅する作業が必要であり。 この過程で特定の分類群に対してその蘇性を課題、過小に評価してしまうようなバイアスが生じる。また、古くから行われてきた手法であり、データベースに登録された既存データや解析ツールが充実している。一方で、全メタゲノム解析は資料に含まれる全ての DNA 配列を解析する手法であり、微生物層の遺伝情報を詳細に解析できる上、 細菌のみならず、真菌や DNA ウイルスについても同時に評価できるという立点を持つ。しかしながら、比較的効果で複雑な解析が必要であり、一般性は劣る。また、メタトランスクリプトーム解析は資料に含まれる前、RNA を解析するもので、死んだ細菌内でも比較的安定した物質である DNA を、 解析するメタ 16S 解析や全メタゲノム解析と異なり、原則的に生きている細菌の遺伝情報だけを解析できる。ただし、蒸気の手法に比べると、ナノ除去が必要など、実験系が複雑であり、解析により多額の費用がかかる。カビや酵母といった新菌も、また微生物層の構成要素として注目されている。 心筋の研究は19世紀から行われてきたが、環境中の心筋全体を捉える、心筋層の研究の歴史は浅く、マイケバイラジーとマイケロブヨームを組み合わせた造語であるマイコブヨームの語が提案されたのは2010年のことである。また、心筋層解析に関する報告は、細菌層解析に関するものに比べると格段に少ない。しかしながら、解析の手法に、 大きな差はない。細菌層の解析には 16S 内電子の配列がマーカーとして利用されるが、新菌層の解析においては、リボソーム RNA 遺伝子を隔てる内部転写スペーサー領域や、細菌の 16S 内電子に相当する 18S な遺電子がマーカー遺伝子として用いられる。ただし、新菌層の解析は、データベースの不足から細菌層の解析と、 比べ困難である。人の体の場合、粘膜においては、ジダ属が優位だが、皮膚では、マラセチア属が優先する。大腸菌に吸着するバクテリオファージの透過型電子、顕微鏡像。縮尺はおよそ20万倍。他の微生物と同様にウイルスも、また人体に普遍的に常在しており、DNA ウイルスや RNA ウイルスを含む全てのウイルスの集合を、 ビロームと呼ぶ。ウイルスは細菌や真菌と異なり、すべてのウイルスで共通して存在するような保存配列を持たない。そのため、ウイルス層の解析においてはしばしば資料に含まれる、すべての遺伝情報を解析するメタゲノム解析が用いられる。また、人体に生息する DNA ウイルスの多くは、常在細菌に感染しているバクテリオファージであり、 ウイルス層の研究は、細菌層との関連で扱われることが多い。ただし、ウイルスのゲノムは一般に、細菌や哺乳類のゲノムに比べ小さく、メタゲノム解析で得られるウイルス DNA 配列は、メタゲノム全体の小さな割合を占めるに過ぎない。また、ファージの DNA 配列は、溶原化と呼ばれる過程を経て、細菌のゲノムに取り込まれて存在していることがあり、 配列情報だけでは、ウイルス粒子として存在する配列と、細菌ゲノムに取り込まれた配列とを区別できない。そのため、厳密に、ウイルス粒子として存在するウイルスの遺伝情報を、定量的に評価するためには、事前に、細菌の菌体より、穴の目が細かい膜を用いたろか、ウイルス粒子外の DNA を分解する、酵素処理、遠心分離による分割などを行うことで、 ウイルス粒子内の DNA を抽出する手法が採用されることがある。ファージは、宿主となる細菌を殺したり、新しい遺伝子を付与することで、細菌層に影響を及ぼしていると考えられている。環境中にもウイルスは存在しており、最初期のウイルス層研究は、海水中のウイルス層を解析したものであった。人の皮膚微生物層。その解剖学的部位によって、 微生物層を構成する細菌種の組成は異なる。腸内をはじめ人の体には微生物が定着している。大腸には特に多数の細菌が生息しており、重量は体重7 0ラムの成人男性で0 2ラムに過ぎないが、細胞数では約40兆に及ぶと推定されている。この数は個人の全細胞の数を超える。 人の微生物層は特にヒトマイクロバイオームと呼ばれ、疾病等との関連性から重点的に研究が進められてきた。その中でも、腸内細菌層に関する研究が特に焦点を当てられてきており、腸管に沿って腸内細菌層の構造が変化することや、様々な疾病との関連が明らかにされている。同様に、高校、皮膚、膣などの微生物層も、 疾患との関連などから研究されてきた。また、人の微生物層の大規模な調査として、アメリカのヒューマン・マイケロブ・ヨーム・プロジェクトやヨーロッパのメタアットなどの国家規模のプロジェクトが実施されている。人の微生物層は、腸管、口腔、皮膚、膣といった部位ごとに構成する細菌種が異なり、例えば他社間の人腸管の微生物層を比べた場合と、 同一個人で長官と高校の微生物層を比較した場合、前者の方が互いに類似性が高い。長官の微生物層、長官の微生物層については、特に3つのエンテロタイプと呼ばれる微生物層のグループが提唱されている。3つのエンテロタイプはそれぞれに特有な細菌の系統によって特徴づけることができ、これらの特徴的なグループは地域に依存せずに存在する。 近年の研究成果から疾患と細菌層の関係が明らかにされてきた。例えば肥満とそれに伴う二型糖尿病のような生活習慣病は人の遺伝情報だけではなく腸内細菌層を構成する細菌種の割合とも関係していること、疫学調査や動物実験から明らかにされた。環境が清潔だとアレルギー性疾患に罹患しやすいとする 衛生仮説も微生物層との関連から説明され、うる。経済的に豊かな富裕国では、病原性のない寄生虫や真菌、乳酸菌といった、常在性の微生物に感染する機会が失われている。一方でこのような微生物は、免疫の過剰応答を抑える、制御性 T 細胞の誘導を活性化する働きがある。そのため、富裕国では、 炎症性腸疾患などのアレルギー性疾患が増加しているとするものである。実際に様々な研究が炎症性腸疾患と微生物層の関連性を示しており、細菌層の多様性が失われて特定の菌種が増加することなどの変化が起きると考えられているが因果関係の証明には至っていない。高校の微生物層高校には およそ700種ほどの細菌が生息すると推定されている。連鎖級金属に代表される一部の細菌は、高校の全域に存在するが、特定の部位にのみ生息する細菌もあり、例えばロシア族の細菌は舌や葉の表面にしかいない。葉は、人の体で唯一生理的に表皮の脱落が生じない部位であり、バイオフィルムの形成が行われるなど、微生物にとって、 絶好の生息地となる。また、他にも虫歯の治療のための破綻や、インプラントなどの表面も、同様に、バイオフィルム形成に影響し、高校微生物層の構成に変化を与えやすい。人類の歴史とともに食生活は変化し、それに伴って、高校微生物層も変化してきたと考えられている。例えば工作により人類は、生成等を、食生活に取り入れたが、 ストレイプテコカスミュータンスは増加した酸化ストレスへの防御機構と自ら産生する酸性の代謝産物への抵抗性を獲得し他の細菌に優先するようになったとされる。虫歯や歯周炎に代表される高校の疾患は特定の細菌が原因となるのではなく複数の常在細菌の集団が特定の条件で引き起こすと考えられている。また、 高校の疾患に関連した細菌は数は少ないながらも常在している。そのため、高校の疾患は病原体が新規に感染するのではなく、高校微生物層におけるバランスが破綻することによって引き起こされるという説が現在は受け入れられている。皮膚の微生物層長官と同様に皮膚もまた独自の微生物層を構成しており、皮膚の微生物層においては、 プロピオニバクテリウム属、コリネバクテリウム属、ストレプトコッカス属の細菌とそれに感染するファージ、マラセチアなどの新菌、ポリオーマウイルスが主体となっている。健常者の皮膚微生物層は、黄色ブドウ球菌の増殖を抑制する働きを持つが、アトピー性皮膚炎の患者においては、皮膚微生物層が破綻して、黄色ブドウ球菌が増殖している。また、ニキビは、 皮膚微生物層で最も比率の大きい種であるアクネ菌との関連が指摘されている。アクネ菌は健常な皮膚における常在細菌だが、日キビ幹部においては特定の系統が増加している。膣の微生物層、膣の微生物層の主要な構成種であるラクトバシラス属の細菌と膣の変平上皮細胞。グラム陽性のラクトバシラス属細菌は青紫色に染色される。 秩微生物層は偏った構造を持っており、構成種の大半がラクトバシラス属に属する細菌である。一方で、ラクトバシラス属には様々な種が含まれており、ここ人間でもラクトバシラス属内の種の多様性は大きく異なる。また、秩微生物層の蘇生は pH の影響を受け、pH が高くなるとラクトバシラス属の減少が認められる。 ラクトバシラス属は乳酸菌を酸性することで pH3.5 から4.5の酸性環境を整えており、これが窒を有害な病原体から守ると考えられている。細菌性窒炎は窒の疾患で悪臭を伴う白色年長の分泌物が症状として認められる。細菌性秩炎では pH が上昇し、ラクトバシラス属が減少する一方で、 ガードナーラバジェナリスなど、ラクトバシラス族以外の細菌が増加することが知られる。人の微生物層の由来と定着人に定着している微生物はどこからやってくるのか。新生児の微生物層は母体に由来しているようである。新生児の細菌層と母体の細菌層を比較した調査によると、新生児の細菌層は出産の形態に影響を受ける。自然分娩の場合は、 母体の膣の細菌層が新生児に定着し、ラクトバシラス属菌が優先種となる。一方で、低王石灰の場合は、母体の細菌層が定着し、プロピオニバクテリウム属菌をはじめとした皮膚の常在細菌が優先種となる。分娩形態の違いにより生じる、新生児における微生物層の違いは12から24ヶ月年までに徐々に消えていく。 分娩前の胎児が微生物層を持つかについては議論があった。胎児が無菌的であるか否かについては150年前から議論されていたが、20世紀の後半になっていったんは、胎児は無菌であり、出産中とその後に微生物層を獲得するという説が定説となる。しかしながら、近代的な DNA シークエンシング技術の開発によって、 従来無菌的であると考えられていた、溶水、胎盤、再胎血、胎便からも細菌が検出されたことから、再び胎児の子宮内における微生物層の獲得が主張されたきた。もっとも DNA の抽出試薬も、細菌 DNA に汚染されているなどの理由から、資料から得られる DNA の量が少ない場合は、資料に由来しない。 最近 DNA を検出してしまう可能性があるなど実験系に政権があることが知られる。そのため、子宮内における微生物の検出には確定的な結論は出ていない。実際、子宮内における微生物の検出には否定的な見解が示されている。537人の妊婦を対象とした研究によると妊娠中の胎盤は 基本的に無菌的であると考えられ、唯一の例外は、約5%の妊婦で、B 群連鎖球菌が検出されたことのみであった。抗生物質は、新生児の微生物層に影響を及ぼし、新生児への持続的投与は、全息、新型糖尿病、炎症成長疾患、ニューアレルギーなどの疾患と関連する、可能性がある。もっとも、否定的見解も示されており、 また、相関関係は必ずしも因果関係を意味しない。食事も、また微生物層に影響を与える。母乳栄養は粉ミルクに比べ、新生児と母体の双方に健康上の利点があるとされるが、母乳に分泌される免疫グロブリン A、ラクトフェリン、ディフェンシンが少なからずこれに寄与すると考えられる。人と同様に様々な動物が微生物と共生関係にあり、 固有の微生物層を持つ。微生物層はそれを保持する動物の行動によって構成が変化し、また微生物層が宿主となる動物の行動に影響を与えるとされる。一方でアリなどの一部の動物は、病的な状態や一過性に微生物が寄生することを除くと、共生関係にある微生物層が存在しない場合もあると指摘する研究もある。 ペットとして、人と生活空間を共にする犬はそこで生活する、人と同じ大腸菌を共有することがある。また、犬の皮膚の微生物層は飼育する人の皮膚の微生物層と類似し、人の皮膚の微生物層は犬を飼育することで多様性を増す。一般に、動物の腸内細菌層は植生によって変わり、系統学的に近い種であっても植生が異なると、 腸内細菌層の構造は異なったものとなる。食性の違いによって生じる腸内細菌層の際は、腸内細菌層の機能にも影響を及ぼすとさせる。2011年に公表された研究では、草食動物の糞便において、アミノ酸や糖の生合成に関わる酵素の遺伝子が増加していた。一方、肉食動物では、アミノ酸や 等の分解に関わる酵素の遺伝子が増加していた。レッサーパンダとジャイアントパンダは、食性と腸内細菌層の関連性における例外的存在であり、これらの動物は草食動物であるが、その腸内細菌層はむしろ肉食動物のものである。これはパンダが細菌になって、食性を肉食から草食へと変化させたことを反映させているのかもしれない。 牛に代表される半数動物は胃が4つの部屋に分割されており食道から直接つながる第1位は食物の発酵層として働く。草食動物である牛は草本を栄養源として利用するが一般に植物の葉は果実や動物の肉と比べて栄養の利用効率が低い。これは植物の葉が セルロースに代表される不要性の多糖類から構成されるためであるが、半数動物は、この不要性の多糖類を第一位の微生物による発酵で分解し、最終生産物として得られる酢酸、落酸、プロピオン酸などのタンクサリ脂肪酸を吸収する。半数動物は、このタンクサリ脂肪酸を材料に、糖申請、脂肪申請という過程を経て、糖や脂肪を合成している。 半数動物の飼料利用効率は農業において重要であり、第1位の微生物層と飼料利用効率の相関が調査されている。それによると、牛の飼料利用効率は、第1位にフィルミクテスが多い場合に高いとされている。細菌層や特定の細菌が、それを保持する宿主に及ぼす生理作用を明らかにするために、ノバトバ用と技術が用いられる。 人の細菌層が人の健康に及ぼす影響を明らかにするためには、人そのものを研究材料とすることが最も直接的な方法だが、遺伝的、環境的な背景を揃えた実験群を用意することは困難であり、また、健康を害する恐れのある処置を伴う実験は倫理的に行うことができない。そのため、人の腸内細菌の研究であっても、 実験動物を用いた実験が必要となる。基地の細菌の実が腸内などに定着している、ノトバ用と動物の作成においては、細菌の株や、その混合物を何の微生物も定着していない、無菌動物に摂取する。さらに、細菌を移植された、ノトバ用と動物の病態や健康状態の変化を観察することで、移植した細菌層が、宿主に与える。 生理作用を調べる。現在広く用いられる無菌動物はマウストラットだが、無菌動物を用いた初期の研究ではモルモットが多く用いられた。他にもウサギ、豚、ヤギ羊、羊、牛、馬、犬、鶏などの動物でも無菌化が行われている。植物の核部位における典型的な微生物ネットワーク土壌、空気中、熱犬、波犬、そして 植物組織内における微生物群集の模式図。各種の生息地において微生物は互いに強制的、競合的に関わったり、無関係であったりするは、ネットワーク内で各微生物との関係性が強く、微生物層の構造に強く影響を与えている。根圏の微生物は主に土壌に由来する。葉圏の微生物はエアロゾル、昆虫、 ゴミなどの多様な外部環境に由来する。植物の地上部と地中部との間での微生物層の移動も存在する。様々な栄養素を提供する植物は微生物にとって魅力的な宿主である。植物に寄生する微生物はエピファイトまたはエンドファイトとして存在している。卵菌と真菌は修練進化の果てに類似した形態を持つようになり、 生態学的日知を共有するようになった。これらの生物は菌糸を持っており、その足を宿主の細胞へと浸透させる。強制的関係において植物は、菌根菌とも呼ばれる強制心菌と物質交換を行っており、植物は光合成により産生した糖の代わりに土壌中から吸収された無機ン酸を得ている。 この共生関係は古代から続いていると考えられており、これが植物の地上進出を助けたと推測されている。最古の金根金は3億5千万年から4億6千万年前には存在しており、陸生植物と同時期に進化した。現在の植物も24万8千種のうち90%が金根金との共生関係にあり、 植物から独立した菌根菌は発見されていない。植物成長促進根腱細菌は植物の成長を促進する働きを持つ根腱微生物で窒素固定、リンなどの無機物の可用化、植物ホルモンの合成、無機物の取り込み、病原体からの防御といった植物に必須な機能を提供する。p g p r は生態学的ニッチや 気質の獲得を病原体と競合したり、アレロケミカルを産生したり、全身的な抵抗性誘導を引き起こすことで、植物を病原体から守る。祖鉄のサンゴ上の混流切片を光学顕微鏡で観察すると、強制菌であるシアノバクテリアの層が観察される。2018年に発表された研究によると、地球上にはおよそ550ギガトンの炭素が、 生体物質として存在し、70GT のバイオマスを占める細菌は 450GT を占める植物に次いでいる。新菌、古細菌、原生生物も、それぞれ 12GT、7GT、4GT のバイオマスを占めるが、人を含めた動物のそれは 2GT に過ぎない。細菌や古細菌のバイオマスはおよそ9割が、海底や、 陸上の地下8メートル維新に定義される地下生物圏に存在する。また、海洋のバイオマスは約70%が微生物によって占められる。その多くが細菌と原生生物で、細菌の細胞数は海洋全体で1029を超えるとされる。また、数で言えばウイルスはさらに多く、その粒子数は海洋全体で1030を超える。 環境の微生物層を地球規模で調査することを目的として設立されたプロジェクトとして、アースマイケロブヨームプロジェクトが知られる。このプロジェクトは、地球の微生物層を丸ごと調査することを目的にしており、人の体、土壌、海水、空気などありと、あらゆる資料を含む20万個の資料を調査することで、地球全体の微生物層を網羅的に明らかにすることを試みている。 実際に2010年8月に始まったこのプロジェクトは2014年までに3万の資料を解析してきた。同プロジェクトは世界各国の様々なグループが行った微生物層解析の研究結果を統合することで実施される。しかし以前の微生物層研究は実験主義からデータ解析の手法に至るまで各々の研究グループが 独自の方法を開発していたため、比較することが困難であった。そのため、同プロジェクトは微生物層解析実験の標準化を進めており、DNA 抽出などの実験室で用いられる主義から得られた塩基配列データのデータ解析に用いるソフトウェアまで様々な段階における標準化を試みている。クワイームと呼ばれるデータ解析環境はその代表例である。 土壌土壌は一様ではなく、pH や塩分濃度、酸素濃度などの勾配が存在し、土壌微生物層は土壌環境によって構成を変化させる。土壌の微生物層では、細菌と真菌が多数を占め、その比率は他の成分である、古細菌、ウイルス、原生生物の100倍から1万倍に及ぶ。地球の窒素循環には微生物層が関わっている。窒素固定細菌は、 豆花などの植物の根に塊を作ることで土壌に窒素を蓄積する。豆花の樹木は砂漠、半砂漠や砂板が熱帯雨林の紅葉樹などにも生育して土壌の窒素を保っている。他方で土壌の窒素は脱窒素細菌の無機呼吸によって窒素ガスに変わり空気中に送られる。この効果で窒素が硝酸塩に変わって海に流出することを防ぎ、 窒素固定細菌と脱窒素細菌による循環が作られている海岸1トルの海水には50万個の細菌が含まれているとされる。中でもシアノバクテリアが主要な成分の一つである。初期の微生物層を確認できる化石としてストロマトライトがある。これはシアノバクテリアによる堆積物であり、先カンブリア時代の地層で主に発見される。 シアノバクテリアによる光合成が地球の大気に酸素が含まれる原因になったと推測されており、ストロマトライトはその痕跡でもある。現在でも塩分濃度が高く捕食者のいない浅瀬にストロマトライトが厳生し、オーストラリアのシャーク湾には1万年前からストロマトライトが形成されている。外観は岩石のようだが、 スポンジ状の部分もある地下生物圏リーク上で地下8メートル維新、海底で海底下10センチメートル維新などの地下に存在する生物圏を地下生物圏という。地下深部には海底下約800メートルまでは一立方センチメートルあたり100万細胞以上の微生物が存在するが地下で微生物が持続的に生存するためには水やエネルギー気質の供給が重要と。 考えられている。八戸沖の屈作では、海底下約1 2キロメートル以心で1、立方センチメートルあたり100細胞以下に減少し、海底下2 5キロメートル近辺では、生命は存在しないと考えられた。深くなるにつれて、微生物が減少するのは、圧密によって感激が減少し、水や栄養源の供給が失われるためとされる。 このような地下生物圏には堆積した有機物を栄養源とする従属栄養の原核生物や還元型無機物である硫化水素、水素、アンモニア、二化鉄を酸化することで有機物を同化するための化学エネルギーを獲得する化学合成無機独立栄養の原核生物が生息している。海底では1970年代から1980年代に かけて、深海底の熱水噴出口や、冷水流出体について研究が進められ、多くの微生物層が発見された。海底から噴出する水には、摂氏4度から20度の温水と、摂氏300度を超える熱水に大きく分かれており、いずれの水中にも微生物層が存在し、熱水には、高気性と、嫌気性の微生物が共に生息していた。1990年代には、 国会の海底やアラスカの永久凍土の地下 3km などの石油採掘口で微生物層が発見され、地球内部に一般的に生息していることが確認された。コロンビア川の玄武岩大地の地下 900m にいた微生物層は玄武岩と地下水が反応した水素からエネルギーを得ており、発見者たちはこうした新地下の微生物をスライムと名付けた。 新地下の微生物は多くが嫌気性で高熱性であり酸素が多く気圧の低い地上では生存できないスライムをはじめとする地下の無機栄養生物の発見は宇宙探査計画に影響を与えた火星の地下には玄武岩水二酸化炭素ガスがあると推測されているためアメリカ航空宇宙局は火星に生命が存在する可能性のモデルとして 無機栄養生物を参考にしている。建造環境建造環境は人工的に作られた環境のことを言い、建造物や交通機関を含むすべての人工的な環境を言う。建造環境は地球上の他の環境と比較して微生物の生息には適さず、選択圧により一部の微生物しか生息しないため、自然環境と比べると独特の微生物群集を保持する。 建造環境の微生物は主に人の皮膚や口腔微生物層に由来すると考えられているが、一方で農村においては、動物由来の微生物などより、多様な微生物が生息する。コーネル大学のグループは、ニューヨークの地下鉄の駅構内と地下鉄車両の車内を、綿棒で拭い、地下鉄の微生物層の調査を行った。およそ半分の配列は未知の配列であり、残りの大半は、 最近のものであった。ニューヨークの地下鉄は世界でも最大規模であり、多数の人が利用するにもかかわらず、この研究から得られた人 DNA 配列は0.2%を占めるに過ぎなかった。食品の発酵と微生物群集の関係性については、チーズを含めた乳製品や種類をはじめとした多数の食品、飲料で調査がなされてきた。 発酵に影響を及ぼす外的要因としては pH、水分加成、塩濃度、温度等が知られる。発酵食品の中には、新菌が重要な役割を果たすものもあるが、発酵食品中の微生物についても新菌に関連する研究は数が少ない。また、食品中の微生物は、 食品衛生の観点からも注目されており、例えば牛乳中の腐敗菌や病原細菌、野菜の表面に付着した病原細菌などが調べられている、イルミナ社製の DNA シーケンサーであるミシック、微生物層解析に用いられる次世代シーケンサーの代表例である。古典的には、腸内細菌層をはじめとする微生物層の研究には分類培養法を基礎とした手法が、 用いられてきた。しかしながら、今日において実験室で分離培養が可能な細菌は、集団中の極一部に過ぎないことが知られており、分離培養に頼った手法で微生物層の全体像を把握することは困難である。1977年、カール・ウーズとジョージ・イー・フォックスは1 6 S 内電子の配列に基づく系統分類の手法を提示する。 さらに1990年には当時開発された PCR 法を用いてキャサリン G フィールドらのグループが 16A スナを増幅し分離培養を介さずに海洋の微生物層を構成する細菌の分類を試みる。1990年代における微生物層解析の主な手法は遺伝情報を含んだ DNA 配列を大腸菌に導入する必要が あるクローニングを前提とした手法であった。メタゲノムの語が提唱されたのは1998年である。また、マイクロバイオームという概念を初めて提唱したのは、ノーベル生理学・医学賞を受賞したジョシア・レーダーバーグとされており、これは2001年のことであった。この頃までの微生物相解析は、古典的な DNA シークエンシング法であるサンガー法に依存していたため、 出力されるデータ量に限りがあり、貴重な種の遺伝情報を見過ごしてしまう可能性があった。この課題を解決したのが2015年からの次世代シーケンサーの登場である。454をはじめとした第二世代シーケンサーとも呼ばれる DNA シーケンサーはサンガー法に比べ圧倒的に多数の配列を同時に解析することができる。 この DNA シーケンサーの技術革新により、より網羅的に微生物層を解析することが可能となった。これに伴って研究の規模も巨大化しており、例えば2006年に公表された初期のメタゲノム解析はサンガー法による2人の被験者の腸内細菌を対象としたものであったが、2016年に公表された研究ではイルミナ社製の次世代シーケンサーが用いられ、 解析対象者の数は1135人に及ぶ。ありがとうございます。